しかしたら、うん、あの世の中があんまりこんなギスギスした競争社会じゃなくなったら、うん、逆にみんなが家庭を持てるかもわからないですけどね、うん、でもね、僕ほんまに北田さんめっちゃいいこと言うた。結構人間の悩みってそこのような気がするんですよね。自分らしくおられへんのってやっぱり周りのこう声ガヤにやっぱり左右されるわけじゃないですか。あ、俺あれできん、これ私これできないが結構悩みの根幹にみんなあるんちゃうんですかね。そうですね、今の世代は分からないです、若い頃は分からないですけど、うん、僕ら以上の人間って自分がそれで幸せかっていうと多分そうじゃないし、うん、家族幸せにしてるかっていうと多分そうじゃない。おっさんらが、うんうん、なんか、うん、まだ一人か一人前じゃないなとか言うんやけど、うんうんうん、多分その人を一人前せしめてるのは奥さんで、うん、その人何も一人前じゃないんですよ、うん、だから、はいはいはい、寝ると自分も我慢してて、はいはい、一人前を装ってるわけですよ、はいはいはい、で人に我慢しいるって、はい、先輩にいじめられたが人間が先輩になったら後輩いじめるのに近いと思うんですよ、はい、だから世の中そんな甘くないっていう人らって、うん、いやいや甘い世の中作ろうと努力しようよと、うん、嫌な世の中に合わしに行った自分が、うんうん、後輩もこれに合わせっていうのはちょっと違うやんって。そうだね、世の中そんなに甘くないってなんで言うんやろね、あんたってね。その人にとって甘くないんでしょ。その人にとってね、なぜなら多分その人は我慢して生きてきたから、あの世の中甘くないように見えてるんですよね、うんうん、我慢してる割には見返り少ないじゃないですか、うん、で我々のように好きなように生きてると、うん、好きなように生きてる割には意外と生かしてもらえるっていう、そうね、そうですよね。我慢してるとやっぱり不満が高まるんで、うん、世の中に見返りを要求しがちになるんですよ、はい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 、常になんで給料安いの、なんで評価されへんのってなるんですよね、はい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 、なぜなら我慢してるから。どこの職場にも絶対あの多分同じ数字ぐらいの割合でいますよね、そういう人がずっと愚痴言ってる人、最近きっぱりと思ったのが、子供の頃ね、まあ両親をなんかこう嫌いなとこって絶対あると思うんですよ、親に対して、でそれをそんなこと思う自分がすごい嫌やったけど、うん、まあ今はねやっぱ今でも嫌いやわそこの部分って思う。でそれはそうやろという、だってこの人も人間やし、でなんでこんな癖あるんやろ、直したらええのになって子供の時に思っとったことが今でもやっぱりそう思うし、でも誰しもそうやしって思えるように今なったんですよね。その血がつながってるから無条件に愛するとかそんなことは別にそんな定義なんて別にあれへんわって。むしろね、血がつながってるからいさかいもありますしね、うん、はい、から無条件の愛よりもやっぱり血のつながりって情の方に多く出ることが多いと思うんですよ、はい、はい、積極的に贔屓することもあれば、うん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 、支配的になってしまうこともあるし、うんうんうん、はい、まあ、女王ってややこしいですよね。ややこしいですね。いや僕もね、実はこう痛風持ちなんですけどね、はい、で痛風発作がね、うん、出た翌日に富士山登るんでやったんです、うんうん、で痛風って1回発作出ると2週間ぐらい収まらないんですよ、うん、歩けないぐらい痛いんですよ、うん、でもまあ潜在意識屋さんじゃないですか、うん、1日で治せるかもと思って、うん、でもう富士山登る前日ですから静岡に宿を取って、うん、ホテルで自分の無意識探って両親に対する怒り、うんうん、子供の時に抱えてたね、はいはい、を引き出しては中和して、うん、引き出しては中和して翌日痛みなくなってた。なんでそっからアプローチしだしたかも俺らには分からへん。あの、まあ、ストレスが結構な病気の原因なんですよね。ストレスとかのこだわり執着とかが、で、
まあ、世の中の人に比べて、うん、あの両親に対して強い怒りとか持ってるかというとそこまでじゃないと思うんですけど、うん、多分あのそれこそ情で言うと親に対する期待とかが高いと、うん、その落差があるじゃないですか、はいはい、で人間って主観的な生き物なので、うん、落差が大きいと自分にとっては主観的にはストレスが大きかったりするんですね、うん、あの母ちゃんこうであってほしいのに、うん、なんでやねんみたいな、うん、であの別に日常で問題はないし親と仲悪いわけじゃないんですけど、うん、子供の時に持ってたそういうものがあるって発見して、はいはいはい、でも無理やりできるだけ引き出した方がいいので、うん、もう子供の時の感情ですよ、うん、あの母ちゃんなんかしっかりとか、うん、あの親父のクソボケとか、うん、なせて引き出してはその感情を中和して癒してっていうのを、うん、あのもう大丈夫と思ってもさらにネガティブなものを引き出してみたいな。中和するってどういうことなんですか？中和するっていうのはね、うん、技術的には、うん、あの一度、ね、セッション受けていただいたあのツボを使って、うん、体が勝手に自然に戻っていく、うん、働きを利用してやるわけですけれども、はいはい、論理的に言うと なんて言うんですかね、その例えばさっき落差って言いましたけども、怒るには、うん、その期待があるわけです、うん、父ちゃんこんな人、母ちゃんこんな人、うんうんうん、で期待があるから期待外れに対して感情を持つわけです、うんうん、でその奥に期待があったっていうことを理解すると、うん、この怒りも中和されるみたいな反応がまあ起こるには起こるんですね、うん、でそれだけではまあきちっと中和されてはしまわないですけど、うん、要は全部フラット、ああそれこそ人間やから、うん、父ちゃんこんな人、母ちゃんこんな人、自分こんな人ってあるじゃないですか、うん、でそれであれば全然自分の心揺れないんだけれども、うん、期待が生まれるので、うん、同時に期待が裏切られるって可能性も生まれて、うん、でこれ体験した時に、まあ、執着というかストレスになるんですけど、うん、でもともと一つのものがプラス生んだためにマイナス生まれたよねっていうのを、うん、潜在意識がですね、まあ知的に理解するけどちょっと弱いんで、潜在意識があそうやったねって思ったら、うん、ポーンとニュートラルに戻るみたいな反応が起こるんですね、うんうん、でそれをあの、まあ、僕は体からツボのアプローチで無意識化で自動的に起こるようにっていう風なことをやってるんですけどね、うんうんうん、だから感情を否定してもゼロにはならないじゃないですか、はい、もう認めた上で、うん、大きなもので包むとか、うんうんうん、あの空や海に何投げてもなんか吸収されてしまうみたいな、うんうんうん、で帰ってきたら素の自分がいたって、うんうん、あの感情何やったんやろとか、うんうん、っていう風な、まあそんな感じなんですけど、うん、あれはちょっと、ね、自分でも面白かったっす、ね、まあそんな切り絵アーティスト8、こと八田和成が今クラウドファンディングに挑戦しております、写真家の方が撮った写真を僕が切り絵にするというアート展です。ヌードモデルをモデルにした作品展で、これ、はじめまして、キート展、キート展、はじめましてアート展、もう超緊張してる。はじめまして、アート展キリアトの専属モデル菊池花です。里中理翔さんと一緒にやろうとしているアート展の開催のためのクラウドファンディングをやっておりますので、1000円から支援ができますので、ぜひともご支援よろしくお願いします。